こんにちは。たった5分であなたの免疫機能を復活させ花粉症改善に導くカウンセラーの大久保です。はい、今日のテーマはアロマオイルです。花粉症にはね、花粉症対策でアロマオイルというのは有効なのでしょうかという質問が結構あるんですね。でですね、ごめんなさい、私はね、自分で試したことがないので自分の体験談っていうのはちょっとお話できないんですけども、どうなんでしょう、アロマってもう基本リラクゼーションとかそういう効果っていうのはあることはもう分かっていますので、もしかしたら効くかもしれないですね。でね、ちょっとね調べてみたら結構いろんな種類があって、例えばこのアロマは喉に効きますよとか、このアロマはリラクゼーション効果があります、このアロマは鼻水鼻詰まりに効きますっていう、なんかいろいろ種類があるそうなんですね。なのでやっぱご自分のこの症状に合わせてちょっと試してみるっていうのはいいかもしれないですね。あと使用方法もなんかハンカチとかマスクとかにたらっと垂らしてつける、その、ね、アロマオイルをこう吸引するっていう方法とか、あとはマグカップとか、なんか洗面器みたいなものに熱湯を入れてそこにアロマオイルを垂らして、その蒸気をねこう吸ってリラックスさせるというか、ね、そういう改善させるっていう手法もあるようなので、うん、興味のある方はね試してみるといいと思いますね。アロマ結構好きな方、特に女性なんかはね結構多いのでね、うん、いいかもしれないですね。はい、なのでまああとはですね、私はもう何度も言いますけども根本治療ですね。アロマももしかしたらね鼻がスーッと通ったりという改善の効果はあるかもしれないですけれども、やはりじゃあアロマをもう24時間ずっと持ち続けていなくてはいけない、それをずっと嗅いでいなくてはいけないというのはちょっとやっぱり大変ですので、ね、やっぱり根本治療ですねっていうのをぜひね考えていただけたらなと思います。はい、それでは今日はねこれで以上になります。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。たった5分であなたの免疫機能を復活させ花粉症を改善に導くカウンセラーの大久保でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。